はい、こんにちは、さかなえです。今日はですね、この iPhone7 プラスに入っている格安 SIM のフリーテルの SIM 大実験をします。このフリーテル SIM スピードテスト実験ということで、まずですね、下の内容でですね、スピードテストですね、アプローチのですね、ストップウォッチを使って同時に動画で撮影すると、時間がですね、8時、12時、15時、18時の4つですね、を測ろうかと思っています。それでですね、測るものっていうのはですね、 Facebook メッセンジャーアプリですね、それでのメッセージを送る、写真を送る、あとですね、 Facebook のタイムラインですねの、閲覧とか投稿ですね、 LINE でですね、メッセージを送る、写真を送るですね、あとタイムライン、あとサファリの閲覧。ではまず8時と12時の測定結果を見てください。今朝8時です。これからですね、実験をしたいと思います。まずフリーテルの方の高速低速の、切り替えの節約モードを使ってスピードテストをしてみたいと思います。今低速モードです。これから測定を開始します。0.14、0.23 となりました。続きまして高速モードに今切り替えましたので、それでテストをします。 8.77、 7.32 です。実験1、測定時間8時です。高速モードで Facebook メッセンジャーのアプリでメッセージを送信します。この Facebook メッセンジャーのアプリですね、これで文章を送ります。同時にですね、このアプローチのストップウォッチを使って測定をします。では送りたいと思います。2秒ぐらいでいきました。次に Facebook メッセンジャーアプリで写真を送ります。では送ります。写真を選択して、ではこれで送りますね。同時にストップウォッチも動かします。はい、今送りました。5秒ですね。次にFacebook のタイムラインを使ってみます。まず閲覧はですね、こんな感じで動画も流れるような感じです。次にタイムラインに記事を投稿してみます。写真を何か選びますと。ではこれで投稿してみます。6秒ですね。次に LINE でメッセージを送ります。では送ります。1秒ぐらいで送れます。次に LINE で写真を送ります。では送ります。3秒ですね。次に LINE のタイムラインを閲覧、投稿します。ではやってみます。タイムラインの閲覧はこんな感じで見れますね。では記事を投稿してみます。1秒ぐらいですね。次にサファリの閲覧を行います。では始めます。はい、これで開きました。20秒ですね。続きまして8時でのこの低速モードを行います。 Facebook メッセンジャーアプリでメッセージを送信します。では低速モードでメッセージを送ります。6秒で送れました。続きまして Facebook メッセンジャーで写真を送ります。では行きます。6秒ですね。続きまして Facebook のタイムラインを使います。やってみます。
はい、投稿できましたね。18秒ですね。次に LINE でメッセージを送ります。では送ります。1秒くらいで送りました。次に LINE で写真を送ります。では送ります。はい、15秒です。次に LINE のタイムラインを閲覧投稿します。では LINE のタイムラインを使ってみます。こんな感じで閲覧できます。では投稿してみますね。では投稿します。はい、46秒ですね。続きましてサファリの閲覧を行ってみたいと思います。先ほどと同じように YouTube を開きます。ではやってみます。はい、これで開きましたね。1分40秒です。ただいま12時です。今からですね、また実況します。まずですね、高速・低速のスピードテストを行います。今、モードは低速モードになっています。では、始めます。0.13、0.25 です。では今度は高速のスピードテストを行います。5.98、4.91 です。今の時間が12時で、高速モードで Facebook メッセンジャーアプリを使いメッセージを送ります。では送ってみます。次に Facebook メッセンジャーで写真を送ります。では送ります。10秒です。次に Facebook のタイムラインを使ってみます。やってみます。タイムラインはこんな感じでですね、記事を投稿。では投稿します。5秒です。次に LINE メッセージを送ります。では送ります。1秒ぐらいです。次に LINE で写真を送ります。次に LINE のタイムラインを見てみます。ではやってみます。こんな感じで見ることができます。では記事を投稿します。では投稿します。6秒です。次にサファリで YouTube を開きます。やってみます。は
いきます。34秒です。ただいまの時間12時。今度低速モードでまず Facebook メッセンジャーアプリでメッセージを送信します。ではやってみます。5秒です。次に Facebook メッセンジャーアプリで写真を送ります。では送ります。8秒です。次に Facebook のタイムラインを見てみます。こんな形でですね、閲覧できます。では、記事を投稿します。では、投稿します。19秒ぐらいです。次に LINE でメッセージを送ってみます。では送ります。1秒ぐらいですね。では LINE で写真を送ってみます。では送ってみます。13秒です。では LINE のタイムラインを使ってみます。タイムラインはこんな感じに見れます。ではまた記事を投稿してみます。では投稿します。30秒ですね。ではサファリで YouTube を開いてみます。ではサファリで YouTube を開いてみます。ではやってみます。
3分で、ね、終わってですねまとめましたので表にしてみました。左が8時12時15時18時の時間、あと高速低速ですね、それとスピードを測りました。それとスピードのを見ますとですね、まあ、実際私が住んでいる場所はそれほどスピードが出ないところなんでこんな感じなんですけども、高速の方はですね出ても12とか13ぐらい、速モードはこんな感じになります。午後の方がなんかスピードが出てるような感じに見えます。それで Facebook メッセンジャーのアプリですね、それはですねなんかおかしい結果なんですけども、まあ、高速と低速で送った時に、送るですね時間が逆転したりですね、そんな感じのデータも出てます。ただ Facebook のタイムラインの方はですね、こんな感じでタイムラインに記事と写真を送った時にですね明確な差が出てきます。低速で送るとちょっとかったるいかなという感じですね。それあと LINE の方はですねメッセージは非常に早いです。これは低速モードでもですねあっという間に送れます。写真もまあそこそこの時間で送れますね。タイムラインもまあこんな感じの時間になります。あとサファリはねやっぱ低速モードでは使えないですね。そういう結果が出ました。今回ですね見ていただいた方のコメントでこんないいですね実験ができました、感謝します。またですねいろんな動画を作っていきます。ぜひですねこの下にあるですねこの高評価ボタンですね、これとチャンネル登録お願いいたします。それではまたありがとうございました。